全日本ダートトライアル選手権第7戦那須、2回目の那須終了しました、今回ですね僕ら、1分19秒633というタイムで、3位という結果に終わったんですけれども、優勝争いをしていた鎌田選手がですねコンマ2秒差で、2位住山選手が優勝したということで、僕ら今回結果3位だったんですけどもシリーズチャンピオン連覇が決定しました。田口さん今年もありがとうございました。はい、良かったですね、本当にね序盤の貯金があったからこそ、今回残念な3位でしたけれども、やっぱりこのデイクラスはですね非常に戦いが厳しい、そう簡単には勝たしてくれないクラスですので、その中でも2年連続チャンピオン取れたことは非常に良かったと思います。じゃあ次戦ですね、まだシリーズ戦残ってます。第8戦高田が10月12日でその後のジャフカップも残ってます、チャンピオン争いという枠が外れてフラットな状態で、戦えることになりましたのでまた優勝できるように、D クラスでまたトップになれるように、戦ってまいりたいと思いますので引き続き応援のほどよろしくお願いします。